こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、中油転売の関税や国際配送料の配送代とは、初心者の方で中油代行業者を利用する方はぜひ見てくださいというテーマについてお伝えします。それでは早速いきましょう。はい、この動画ですね、初心者の方で中国油代行業者を、利用する方にはぜひね、参考にしていただければいいかと思います。はい。まずですね、中国油代行業者はですね、日本人経営者をですね、ぜひ利用してください。はい。これはなぜかと言いますと、日本語で対応してくれますので、非常に楽です。あとですね、中国人特有の偽物を送ってくるとかね、商品ミスをね、間違いのものを送ってくるってことは、まずブロックしてくれますので、楽です。なので、ぜひね、利用していただければいいかと思います。はい。その次ですね、この手数料ですね。で、定額払いっていうところありまして、非常に高いですよ、3万円とか。で、手数料はですね、手数料払いっていうところは非常に安いです。とにかく安いです。商品の5%とかね、そういった感じで払いますので、まあ、ぜひね、代行手数料っていうところをね、狙って、そちらを利用していただければいいかと思います。はい。その次ですね、支払いですね。これはですね、現金またはクレカ。で、あと、ペイパルって使うんですよね。で、このペイパルっていうのをですね、利用していただければですね、まずね、トラブルが起きにくいです。で、仮に支払った金額を返ってこない場合はですね、ペイパルを利用してね、請求して申し込むことはできるんですよ。だからぜひね、支払いの際はですね、クレジットカードを利用する、必ずペイパルをね、使っていただければいいかと思います。はい。で、最後の国際配送料関税なんですけど、これはですね、まあ、業者が行ってくれます。で、まあ、大体どれくらいかかるかと言いますとですね、私は今回利用したら4万9800円ですね。はい。で、まあ、いろいろね、まあ、支払いとかいろいろ含めて、だいたい1個あたりなんですけど、今回ですね、約800個仕入れましたので、61円ぐらいかな、61円、62円と考えていただければいいかと思います。非常にですね、安いです。自分で、まあ、一度私やったんですけど、自分でね、仕入れてやるよりも、だいたい半額になりますね。で、さらにうまくやればですね、だいたい1個当たり30円ぐらいでやれるかと思いますので、ぜひね、まあ、良い商品をどんどんし安く仕入れていただければ、どんどん安くできますので、ぜひね、試していただければいいかと思います。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。ニックネームかスタンプお願いします。あと、YouTube か質問さん受け付けてません。LINE 登録によろしくお願いします。本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。